威風堂々な彼女は2003年3月12日から5月8日まで韓国 MBC で放送された韓国ドラマ全員17話日本では地方局のみ放映され再編集した全20話で放送された貧しく学歴もない女性ウニが数々の困難を乗り越え恋に仕事にたくましく生きる姿を描くテレビドラマ個性派女優 ペドゥナが、表情豊かに貧しくも明るい主人公を演じた。共演に、シン・ソム、キム・ユミ、カンドン・ウォン。カンドン・ウォンのテレビドラマデビュー作でもある。雪の降る夜、カプシクは、臨月の女性が倒れているのを発見し、家へ連れ帰る。同じく臨月だったカプシクの妻ギル・リョウとその女性は、その夜同時に女の子を出産する。女性は出産後間もなく、世を去り、 その娘ウニとカプシクたちの娘クミは双子の姉妹として育てられる。時は過ぎ、成長した二人の元に大企業、テソン食品の会長が現れ、育てられた女性の子は駆け落ちした息子の子であり、引き取らせて欲しいと申し出る。母ギルリョは自らの娘、クミをその子だと言って手放す。残ったウニは真実を知らないまま、貧しいながらもたくましく成長する。 結婚直前に婚約者に逃げられシングルマザーとなった、ウニは、ギルリョと、双子の弟と共に、ソウルへ上京。クミと再会したウニは、クミが、自分の初恋の相手ジフンと付き合っていることにショックを受ける。ある日ウニは、ひょんなことから、嫌味な男性イングが社長を務める今にも、倒産しそうな会社会員食品に就職することになり、ありがとうございます。